皆さんこんにちは、トレキングのお時間です。今回は鳥類の飛行能力をランキング形式で紹介していこうと思います。なお、この動画での飛行能力は飛行速度だけでなく、高度や距離、飛び方など様々な飛行能力を持った鳥たちのランキングとなっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。アネハヅルは黒海から東アジアにかけて広く生息していて、インドや東アフリカで越冬し、日本には名鳥として稀に飛来しています。体長は平均で90センチメートル程度、体重は2キログラムから3キログラムの世界最小の鶴として知られ、目の後ろの房状の飾り羽や赤色の目が特徴の大変美しい鶴です。そんなアネハヅルですが、現在確認されている鳥類の中でも特に高高度である 5000m から 8000m もの高さを飛ぶ鳥として知られており、高度 8000m 級のヒマラヤ山脈を何千羽の群れで渡る光景を想像すると、そのたくましさに感動してしまいますね。また上空の気温は氷点下30度ほどで、酸素濃度は地上の3分の1という過酷な大飛行なので、素直に応援したくなってしまうものです。極アジサシはカモメの仲間で世界中の海上や海岸付近に生息していて、一般的なカモメよりも小柄で、黒い頭と赤っぽいくちばしが特徴です。多くの渡り鳥は春先の繁殖期を涼しい場所で過ごし、冬を暖かい場所で越すほか、隣り合った大陸を移動するのがほとんどですが、この極アジサシは北極圏のグリーンランドと南極大陸を渡ることで知られており、その距離は直線距離でも3万 5000km もあるというのだから驚きですね。また極アジサシは目的地へ直行するわけではなく、ジグザグに S 字を書くように蛇行して飛んでいます。これは大陸間で発生する気流の渦を避け、季節によって起こる卓越風を上手に利用しているからなのです。つまり実際に移動している距離ははるかに長く、最近の小型発信機による研究では、往復9万 6000km もの距離を飛んでいる個体も確認されているようです。極アジサシの寿命は30年ほどなので、生涯に地球から月までの距離を3往復飛んでいることになりますね。カワラバトはハト目、ハト科に属する鳥で、繁殖能力が高く、日本のあらゆる地域に住み着いている最も身近な存在といえます。そんなカワラバトですが、伝書バトとして人々に利用されていた歴史があり、長距離の情報伝達に使われていたことから、ハトの飛行能力の高さがどれだけ評価されていたのかがうかがえますね。またハトは鳥類の中でも優れた帰巣本能を持っており、抜群の方向感覚で 1800km 以上にわたる長距離を目的の場所まで迷わず到達することができるのです。ちなみに一般的なハトの飛行速度は 30km から 50km ほどですが、レース用に飼育されたハトは平均速度 80km ほどで、最高速度はなんと 140km 近くに達していたことが分かっています。マダラハゲワシは西アフリカから東アフリカに広く生息するハゲワシの仲間で、名前の通り羽毛の部分がまだら模様になっているのが特徴です。死肉争いにかけては敵なしで、この大きく強靭な体で死肉に群がる姿は凄まじく、あまりの迫力にハイエナが尻込みしてしまい追い払われてしまうこともあるそうです。しかし彼らがいるからこそ動物たちの感染症を防ぎ、サバンナの生態系は清潔に保っていられるのです。またマダラハゲワシは世界一高いところを飛んだ記録を持つ鳥として知られ、海抜1万 1300km の上空で飛行機と衝突したことが確認されています。
世界最高峰のエベレストが海抜8848メートルなので、その高さには驚かされてしまいますね。イヌワシはアルバニアの国鳥で、主に北半球の山岳地帯や開けた草原地帯に生息する大型の猛禽類です。現在では5種類の亜種が確認されており、最も大型の亜種はヒマラヤに生息するイヌワシで、日本に生息するイヌワシは最も小型な亜種となっています。狩りをする鳥の中でもハンティングスキルが極めて高いと言われ、翼の形を変えるだけで自由自在に空を飛ぶことができ、鳥の中でもたくさんの動物を捕食することから、並外れた飛行能力を持っていることがわかります。またイヌワシは大胸筋や翼に大量の脂肪や血液を備蓄できることから、持久力にも優れており、速いスピードで空中を飛行することができるのです。オオグンカンドリは熱帯から亜熱帯の沿岸部に広く生息していて、軍艦鳥の中では最大の大きさで、翼回長は240cmにも達します。特徴は赤く膨らんだ喉袋ですが、この赤い喉袋は成熟したオスの実が持ち、求愛時に大きく膨らませてメスへアピールするそうです。ちなみにメスやヒナの胸は白色で、名前の由来は他の鳥から獲物を奪うことが軍艦を彷彿とさせるところから来ています。そんなオオグンカンドリですが、この大きな翼による飛行能力は凄まじく、途中で地上に降りることなく2ヶ月も飛び続けることができるほか、上空から急降下してくる速度は時速 400km を超えると言われ、ハヤブサを抑えて世界最速の鳥なのです。ハチドリは鳥類の中で最も体が小さいグループであり、ブンブンと蜂と同様の羽音を立てるためハチドリと名付けられたそうです。体重は 2g から 20g 程度の小さな体ですが、体重との割合では鳥類の中で最大の心臓を持ち、胸筋だけで体の 30% を占めているなど非常に筋肉質な鳥なのです。そんなハチドリですが、さまざまな飛行能力を持つことでも知られていて、鳥の中で唯一後ろ向きに飛行することができ、羽ばたきながら空中の一点に止まるというホバリングも可能で、平均で毎秒50回を超える羽ばたきを行い、最高で80回も羽ばたくほど高速で翼を動かすことができます。また器用に飛ぶことができるだけでなく、飛行速度も時速 100km に達するというのだから驚きですね。アホウドリは一生のうち 95% の時間を外洋の上空で過ごすと言われていて、少なく見積もっても生涯で600万 km 以上を旅しています。これは地球から月まで8往復する距離に相当し、地球上のどの動物よりも長い渡りを行っています。またアホウドリは追い風で加速し、向かい風で上昇するという独自の滑空テクニックを使っており、渡りアホウドリは翼を広げると最大で 363cm という記録を持ち、一度も羽ばたかずに数千キロを滑空することが可能なのです。そして南極海の寒い地域に生息しているハイナシラアホウドリは時速 126km で8時間以上嵐の中を飛び続けていたことが明らかになっているなど、アホウドリの飛行能力の凄さには驚いてしまいますね。アマツバメの仲間は鳥の中で最も飛ぶことがうまいとされていて、どの種も翼が非常に長く、空中生活に高度に適応しています。ヒナの頃は巣の中で生活していますが、成長して飛ぶようになると羽を休めることはほとんどないと言われています。その中でもヨーロッパアマツバメは非常に長い間飛び続けることで知られていて、一
度も空から降りることなく10ヶ月間飛行し続けたという事実があり、食事は空中で飛ぶ虫を捕まえ、飛びながら睡眠をとることができるのです。また翼の使い方が抜群に巧みなことから、交尾さえ空中で行うというのだから驚きですね。そんなアマツバメの1日の飛行距離は平均 800km で、これは渡り鳥の中では最高の速度となるのです。ハヤブサは南極大陸を除くあらゆる地域に生息していて、大きさはカラスと同じくらいですが、カラスより浅くて速い羽ばたきをし、翼の先が尖っているのが特徴です。そんなハヤブサですが、鳥類の中で最高峰の飛翔速度を持ち、その速さは速さを象徴する人工物の名前にも使われるほどです。またそのスピードを生かした狩りの仕方は圧巻で、飛んでいる鳥を時速 300km 以上にもなる急降下で蹴り落としてしまいます。そのため多くの鳥たちに恐れられていて、狩りがうますぎることにより孤独なハンターと言われているのです。今回のランキングはいかがだったでしょうか。私個人の考えなので、他に優れた飛行能力を持った鳥類がいればコメントをお待ちしております。また面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次回のトレキングでお会いしましょう。